はい、皆さんこんにちは、こんばんは、本日もですね、2024年の秋冬新作のウェッジを、ご紹介していきたいと思います。まず一つ目ですね、こちらです。めちゃくちゃいい、ブランドですね、ノモットの、2024AW の別注になります。ベストですね、このね、このね、生地のね、まあ、生地もいいですし、まあ、生地もいいですしというか、生地がいいんですけど、このね、生地のこの柄ですよ。これすごい、すごいのよ。これめちゃくちゃいい。商品名がですね、ちょっと長いんですけども、エクスクルーシブ、ブロークンハンドトゥースベスト、そんな長くなかった、はい、エクスクルーシブ、ブロークンハンドトゥースベストになります。これね、超いいんです。先にですね、デザイナーさんからいただいてる商品紹介を読ませていただきます。はい、まず素材ですね、これぜひ聞いてほしいんですけれども、ノノットが、長年研究を続けている、綿とウールの、縮縦の差を利用した風合いと凹凸を楽しんでもらいたい素材となっております。今回テーマにしたのは、既視感のある組織をよりモダンにブラッシュアップさせることを目指しました。この素材はですね、はい、千鳥格子のクラシックさを取り除くために、角の尖ったモチーフをすべて崩して、まあ、要は破壊してですね、組織で成立させておりますと。従来の千鳥格子にはないリラックスした雰囲気プラス、ツイードのような複雑な色目を、7色の色味を用いて表現しておりますと。シャネルツイードのような、見た目ながら、その軽さにとても驚くと思います。また見た目に反してとても軽く柔らかいので、外見の、面構えと、ギャップを楽しめる商品となっております。そしてなんとですね、これね、あのすごい、僕も超びっくりしたんですけど、洗濯できます。はい、洗濯もできて、シワになりづらいイージーケアなので、ケアがこの素材の魅力の一つでもありますと。これね、めちゃくちゃすごいよ。はい、まあ、ちょっと一回全部読みますね。で、形です、この形は、腰元が隠れるような長さの、あるベストタイプ、まあ、ちょっとロングぐらいですね、ロングのベストタイプになっており、アウターとしてもアウターの上にレイヤードするにしても、活躍するようなアイテムとなっておりますというアイテムでございます。これそうすごいのが、さっき説明したんですけど、千鳥格子が一応ベースになってるんですよ。で、千鳥格子って、まあ、多分わかる方がほとんどなんですけども、まあ、わからない方はぜひ、Google とかで検索してほしいんですけど、まあ、千鳥格子って、白黒の、こうなんか、こういうね、なんかその、マークみたいなのがこうバーってなってる、柄なんですけど、で、千鳥格子って聞いて、まあ、てか千鳥格子の洋服でパッとイメージするのって、やっぱちょっとこう、お堅いというか、ちょっとフォーマルな、イメージを想像すると思うんですね。で、その千鳥格子の、さっき言葉で説明したんですけど、この千鳥格子のこのも、ちょっと、全然うまく手で表現できないけど、このマーク、こういうマークがこう、連なってるんですよ。千鳥格子って。こういうマークがね、鳥みたいなマークがこうバーって、連なってるんですけど、それの角張ったところを破壊して、組織としてね、破壊して、要は、より、カチッとした、さっき言葉でもあったんですけど、リラックスした柄に変えてると。で、本来っていうか、まあ、メジャーなのが白黒の配色なんですけど、それを7色で、表現することで、より、風合いが出ると。で、シャネルツイードみたいな雰囲気が出るけれども、コットンウールなんで、軽くてしなやか。シャネルツイードってまあ、そのままシャネルツイードって調べたら、シャネルツイードの洋服いっぱい出てくると思うんですけど、まあ、すごくこうバッてこう、毛羽っていうかその、膨らみがかなりボリュームがあって、まあ、本当にこう、ストレートにはちょっとマダムが着る服みたいになるんですけど、まあ、それを抑えつつも、この品のある雰囲気を感じさせる。で、その元が、千鳥格子がベースになってるっていう、素晴らしすぎる。素晴らしすぎる、マジで。で、これはま、この後来ますけど、
そういろいろ着てほしいんですよ。まあ、こういうロンティーとか、スウェット、シャツの上に着てもいいですし、まあ、アウターのインナーですね、に着てもいいですし、まあ、コートとかの上。で、この前ね、軽くインスタライブでご紹介した時に、すごい僕の中でハマったスタイリングとしては、ジャケットの上に着るのがめちゃくちゃかっこよくて、そういう様々なスタイリングでも合わせられると。で、綿ウール混紡なんで、確か綿が、何パーだっけな。そうそう、70% ぐらい、72% なんで、全然 AW の商品なんですけども、一年中ですね。まあ、真夏以外は、使っていただけるような。で、洗濯もできると。で、シワになりづらいと。素晴らしすぎる。ベスト。で、丈の長さも、まあ、この後着るんでね、そんな説明しなくてもいいですけど、まあ、腰よりも少し下ぐらい。まあ、ロングのコートよりは短いけど、普通のジャケット丈より気持ち長いぐらいなんで、そこのバランス感もすごくいいです。で、これ、補足すると、これ二重になってるんですよね、生地が。生地が二重。一重じゃなくて、二重になってるんで、これね、絶妙な表現で難しいんですけど、まあ、僕なりにこう咀嚼して、表現するのであれば、僕も中学生の時とかかな、着てたけど、多分ね、皆さんの中にも中学生頃に、おそらく着てたんじゃないかなと思うんですけど、カットソーのベストってあったじゃないですか。わかります？カットソー、カットソー、その1枚、ペラのベストみたいなのありませんでした？中学生とかよく、それにエイジのプリントの、ね、紐がバーってなってた T シャツとか着てたと思うんですけど、要は、一重だと、そのカットソーのペラっとしたベストに近くなっちゃうんですよ。で、軽いかもしれないんですけど、そうすると、こう、ベストらしさ、ベストの形状が出ないと。で、じゃあ、中綿とか入れちゃうと、まあ、もちろん厚みは出るけど、なんだ。まあ、秋冬はいいけど、春とかちょっと暑いよねっていう風になるんで、なんで、二重にすることで、ベストの形を表現しつつも、軽やかさ、生地のね、生地本来の軽やかさ、軽やかさ、柔らかさを損なわず、かつ通年着れるっていう、すべてが完璧の作りになっております。という素晴らしいベストです。だから、商品名が、千鳥格子を破壊しているので、ブロークンハンドトゥースっていう商品名を付けさせていただきました。これはね、めちゃくちゃいいです。あ、で、ごめんなさい。ディティール見せますね。首周りが、こういうチンストがついております。で、外側で止めてもいいですし、こっち側ですね。反対側で、こう止めることもできます。まあ、隠すみたいな感じですね。こういう感じで隠すこともできます。反対側で。はい。こうチンストみたいになってて、そうですね。なってて、まあ、普通に止めるとこういう感じなんですけど、反対側だと止めるような感じにもできます。いやだからさ、この、ごめんなさい、また素材に戻っちゃうけど、この素材感でね、まあ、触ったらわかると思うんですけど、これでね、洗えるのね、すごいよ。これで。はい。で、フロントが日翼仕立てですね。ボタンが隠れるような、見えないようなディティールになってます。すごくだからスッキリですね。フロントラインを邪魔しないです。コートの上に来たとしてもね。で、サイドに、スラッシュポケットが2つついております。で、バックは何もない。ベンツとかもないようなディティールになっております。で、釜底ですね。脇下の、底がかなり深めなんで、だからさっき言ったように、コートの上からも着れるよねっていうデザインとなっております。きます。で、お値段です。サイズ展開が4-5の2サイズ展開の久しぶりのライブだからあれだな、4-5の2サイズ展開になっております。で、お値段が、税抜き81,000円だから税込み89,100円ですね。税込み89,100円となっております。で、僕今から着るのは4番を着させていただきます。これがね、マジでいいのよ。はい。いい。ロンティー着るとまずこんな感じでしょ。いいわ。めちゃくちゃいい。だ、本当にね、
軽いんですよ。軽いけどちゃんとベストの形状をキープしてるっていう。だからね、AW なんで、これからね、どんどん重ね着とかで使っていくと思うんですけど、春先、まあ、T シャツのように着てもいいと思いますし、この生地感だったら。全部締めると、こんな感じですね。いい。で、首こういう感じでもいいし、チンスト止めてあげて、こういうハイネックっぽい感じ。こういう感じに着てあげてもいいです。今止めてます。でせっかくなんでちょっといろいろシャツの上とか着てみたいです。着てみたいっすってか着てみます。これいい、マジでいい。これで洗えるのすごいそればっかり着てるけど、シャツの上着てみようかな。シャツの上とかいいよ。まずシャツの上、めちゃくちゃいいやん。いい。シャツで着、シャツで着るとこんな感じです。めちゃくちゃいいじゃん。で、さっきみたいにこの7色入ってるんですね、これは。だからなんだろうな、これ何色ですかって言われたら、まあベージュっぽい感じなんですけど、まあ、単色じゃないんで、こう、まあ、よく僕言いますけど、単色じゃないから、奥行きがあるんですよね、非常に、面で見たときに。だから、のぺっとしない、スタイリングとして。はい。で、僕が気に入ってるのが、そこの前にインスタライブでやって、ジャケットの上が超かっこよくて、今はあのアルテリアのブレザー着てるんですけど、これよ、これがね僕めちゃくちゃ好きなんですよね、このスタイリングは。これマジでいい。で結構その最近あのジャケット気持ち丈長い感じ僕結構好きなんでよく入れてるんですけど、それで合わせた時も全然バランス感悪くないので、このスタイリングはねおしゃれやね、かっこいいね。マジで。でももちろんね中でもいいんですけど、中着るとこんな感じ。中でもすごくいい。中でも全然 OK で、外でもいい。すごく汎用性が高いんですよこの子は。で、あとコートにも合わせたいので、ラストちょっとコートに合わせて、コートの中にこんな感じでレイヤードで着ても OK。 でもコートかの場合はネック立てて、さっきのチンスト止めて、
で止めるとハイネックみたいな感じの見栄え、こういう着方もめちゃくちゃいいと思う。あのインナーした時とかね。であんまり単品で、まあ単品でネック立ててもいいんですけど、上になんか羽織ってインナーとして使う時にこのネックは立てた方が個人的にはいいかもしれないですね。ああいい。でラストコートの上に来て見ましょう。はい、全然これ下に着てるコート結構あのアーム決して細くはないんですけど、玉底がウエストが深いんで全然上にレイヤードしてきても OK。 めちゃくちゃいいやつ、超便利なんですよこれで。さっきからお前何回言うんだよって話ですけど、洗えるんで全然ガンガン着てケアも楽だし、コットンウールメインがコット 72% なんで、で、ウールがね、残りのパーセンテージだから、なんだろう、だから、まあ悪口じゃないですけど、暖かくもなく、涼しくもないので、このベストは。だから、本当にいつ、着ていただいてもいい、便利なアイテムですね。素晴らしいベストです。これは。はい、というわけで、一つ目の別注ですね。よいしょ、ごめんなさい、気が入って。一つ目の別注ですね、ノノットのエクスクルーシブブロークンハンドトゥースベストのご紹介でした。はい、続いて2つ目いきます。2つ目ちょっと順番あれなんですけど、僕は今履いてるやつからいっちゃいましょうかね。マーティアンドサンズの、別注です。商品名が、エクスクルーシブ、ミリタリーデニムになります。これね、もうこれ結構僕めちゃくちゃ待ってて、入荷するのを。だから、先週のトヨタから発売してるんですけど、もう我慢できなくて、トヨタの初日からもう、ごめんなさい、僕、買っちゃって、ずっと履いてるんですけど、そちらが、こちらになります。色がですね、ホワイトっぽいんですけど、きなりっぽいエクリューですね。で、こういうところどころに、ちょっと、茶色っぽい赤、まあ、オレンジっぽいかな、オレンジっぽいペイントがほんのちょっとだけね、こういうところとかね、ほんのちょっとだけペイントが施されております。ほんのちょっとだけね、ほんのちょっとだけ。僕いつも結構派手めにぶちまけたがる人間なんですが、後ろこれシンチバックついてます。まあ、ベルトループもついておりますが、シンチバックバックについております。そう、派手にペイントぶちまけガチ系男子、いや最近の言い方で言うなら派手にペイントぶちまけ系界隈なんですけども、今回はですね、いやこれに関してはあんまりこう激しくペイントするよりは本当さりげないぐらいのここら辺とかねがいいかなと思って、本当にさりげないペイントを施してもらいました。でバッグが、ベルトループついてて、シンチバッグもついております。こういうところがね、ちょっとそうなんかね、これ作った理由はいろいろあるんですけど、まず白にハマってて白とか、まあ、きなり系の洋服着たいなって去年の S か今年の SS ぐらいから思ってて、
で、AWC コンブタイミングで、デニムの、ホワイトデニムで、真っ白じゃない、なんか、これ偏見かもしれないですけど、真っ白だと、まあ、まあ全部が全部じゃないと思うんですけど、ちょっとこう、ギャルっぽくなっちゃうのが、一昔前の。ちょっと難し、スタイリング的に難しそうだなと思ったんで、あえてこのくすんだ、きなりをベースに使いたいなっていうのがあって、っていうのがまず一つあって、で、形どうしようかなってなった時に、これですね、見覚えある方も、ああ、ごめんなさい、いるかもしれないんですけど、2年前ぐらいの SS に同じ形ですね、このミリタリーデニムで、薄い水色みたいな、ペイントのデニム、作った。それはもう完売しちゃってないんですけども、それ、形僕すごい好きなんで、そちらを、使わせていただきました。まあ、話それるんですけど、ここの大きなポケットですね。これがですね、僕は昔、まあ、今も持ってるんですけど、すごい好きな、リーバイスレッドの、ハワードとか、メリーディーズのフロントのビッグポケットにすごい、僕は、フロントのね、ビッグポケット僕すごい可愛くて好きなんですよ。それがね、ずっと気に入ってて、あと形も程よい太さで、非常に気に入ってるので、その形で、この、デニム使わせていただきました。で、こちらをですね、特徴は、縦糸が、ロングスラブになっていて、で昔のデニムっていうのは、ロングスラブが多いんですけど、今はね、糸自体が、そのロングスラブあんまなくて、使われないんですよ。だけど、今回は、このロングスラブの、きなりの綾織ですね、デニムになっております。白なんですけど、あ、ごめんなさい、デニムなんですけど、インディゴではありません。で、吐き込んでガンガン洗っていくと、縦糸がいい感じにこう吹き出して粗くなる経年変化が楽しめるというアイテムでございます。これはいい。で、サイズ、2-3 の2サイズ展開で、今もうすでに履いてるんですけども、僕が、2番を履いております。これはね、いいです。まあ、この後、今日のライブはずっとこれでいこうかなと思ってるんですけど、すごく気に入ってます。で、トヨタでもかなり評判良くて、あんまりもう、あんまりってか、在庫あんまりないです。特に2番はもうほぼないです。このサイズね。このサイズはほぼないので。で、この後EC 載せるので、まあEC の、載せるので、欲しい方は早めがいいかもしれないです。はい。で、サイズ2-3展開の、お値段が税込み5万5千円です。はい。お値段が税込み5万5千円です。はい。で、ね、ご質問いただいたんですけど、デニムの、この、オンス、どれぐらいですかって言われたんですけど、まあ、ざっくりなんですけど、12オンスぐらいの厚みですね。まあ、この音、絹ずれのこの音を聞いてほしいんですけど、この感じ。この音。で、じゃあ12オンスってどんなもんやって話なんですが、ですね、僕的には、ヘビー、厚すぎず薄すぎずですね、これからの秋冬もちろん着れますし、SS も全然着れます。まあ、真夏は、暑がりの方はちょっと厳しいかなっていう感じですね。まあ、僕だったらまあ、全然履いちゃうけどなぐらいだけど、まあ、好んでは履かないかな。真夏好んでは履かないっていうぐらいの厚みですね。まあ、その代わり、さっきみたいに、春、秋、冬は全く問題なく履ける、パンツとなっております。はい。これは素晴らしいよ。そう。最近ずっとこれしか履いてない。という、二つ目ですね。マーティのエクスクルーシブ、ミリタリーデニムでしたと。で、続いて、最後ですね。まあ、こちらは、もうインスタライブでもご紹介したんで、あれなんですけど、エクスクルーシブのジェフリーですね。はい。これ、サイズにはね、もう瞬殺でなくなってしまって、あとサイズ差がね、ちょっとだけ、まだ在庫があります。色はですね、まあ、ジェフリー、この方が始まった当初から、僕ずっとこの形好きで、最初のシーズンから、SSAW 問わず、毎回別注お願いしていて、で、今回 AW の、ウールのバージョンなんですけれども、松浦さんにね、デザイナーさんに、バッて見せられて、こういう、インレイで使ってない特別なやつあるよってなって、僕、まあ、何枚ぐらい見たかな？結構冗談抜きで100枚ぐらい見たんですよ、記事、バーって。で、一番いいなってなった記事がこれだったので、こいつを選びました。でね、
前のインスタライブでも話したんですけど、何色ですかってご質問いただいたんですけど、これね、多分難しいです表現が。多分人によって何色っていうかは人それぞれだと思うんですよね。このカラーこれです。で、一応視認できる、僕が目で視認できている色はですね、ネイビー、グリーン、カーキ、オレンジ、グレーかな。そう、だからいろんなカラーが入っているチェックになるので、遠巻きから見たら、なんだろう、あ、黒いパンツかなぐらいかなと思うんですけど、まあ、近づくと全然単色じゃなくて、いや、これ一体 何色なんだよっていうカラーの、パンツですね。はい。で、だからカラーも、カラーコードも、もう潔くですけど、ミックスカラーっていう、要はカラー表記はもう諦めてます。まあ諦めてますというか、まあ、それぐらい、多色使いの、カラーですよというアイテムですね。はい、いいです。で、形はジブリーなんで、なんですかね、そんなに深くは説明しませんが、ストレートにやってます。で、サイド、こちらですね、アジャスターついてるので調整可能ですし、ですね、で、ベルトループもついてるので、ベルトでも着用可能となっております。まあ、あとは隠しポケットかな。はい、隠しポケットもついております。普通のあのサイドスラッシュもあるんですけど、ここですね、隠しポケットもついております。で、ツータック、ツータックのインタックでストレートになっております。はい。で、バックはポケットついてますね。はい、バックはポケットついております。で、サイズ2が完売しちゃったので、僕サイズ3履くんですけども、多分ね、サイズ3でも全然あのなんかサイズ2履きたかったってよく言われるんですが、全然正直多分サイズ3が、サイズ3で、ほとんどの人、僕はね、多分ね、ちょっと気持ち大きいぐらいと思うんですけど、僕、170センチ以上とかあったら全然いけちゃうかなと思います。なんで、ウエスト合わせてもらって、ベルトちゃんとつけて。で、基本的に2も3も店頭で買っていただいた方は、皆さん、裾上げする、するって言ってたので、まあ、するって言ってたので、というか、することを僕は推奨したので、まあ、裾上げする前提なんで、だから丈は気にしなくていいと思うんで、だから全然ね、まだサイズ3はちょっとだけ在庫あるんで、ぜひね、諦めず、まあ、この後僕が履くんで、まあ、その様子を見て、もう一度考えていただければなと。あ、もし諦めた方がいたらね、サイズ2がなくて、全然いけると思いますよ。では、着てみます。まあ、EC に採寸も載せるんですけど、本当に採寸の差ほぼないので、下手したら僕でもいけちゃうかもしれないですね。そう、だからごめんなさい、サイズ2は完売、ごめんなさい、もうしちゃっていて、サイズ3だけになります。じゃあお値段が税抜き7万5000円の税込み、8万1500円かな。で、裏地が膝裏ぐらいまで、ポリエステルの裏地が入っております。いや、これね、多分ね、俺でも全然3でもいけちゃうな。ちょっと今ベルトしてから皆さんの前に現れますね。まあ、サイドもね、アジャスターついてるし、全然いけそうな気がするじゃん。はい、じゃあこれが、まあ、ベルトをつけてます、止めてますけど、
これで3番です。で、僕だからあれですね、身長165センチ、55キロ、ウエストで言ったら26インチぐらいのめっちゃ細いんですけど、まあウエストはね、僕の場合かなりなんだ、きつく縛ってますけど、で後ろにちょっと逃がしちゃってるんですけど、全然僕でも開けちゃうんで、これはね、で丈だけ今僕内側に折ってるんで、まあ裾は皆さん上げるってさっき話したんですけど、裾上げだけちゃんとしてもらえれば全然いけそうな気がします。やっぱこれいいよね、めちゃくちゃいいよ、このね、色に店頭で買ってくださったか、まあ、てか基本的に店頭のがかなり多かったんですけど、皆さんこの色にすごく感動してたんで、なんかめちゃくちゃ合わせやす、そう、あ、そうそう、あのね、そう、いい言葉だなと思ったのが、めちゃくちゃ合わせやすいんですよね、このパンツ。めちゃくちゃ合わせやすいけど、自分のクローゼットにない、色柄だっていう風に言ってくださったお客様がいて、あ、すごく言い当てみようというか、素晴らしい褒め言葉だなと思って、まさにその通りですね。合わせやすさ、トップスとかアウター幅広く合うけれども、あ、でもこの色のパンツって持ってないよねっていう風に思っていただけるようなパンツですね。はい、素晴らしい。なんでサイズでもし諦めた人がいたら、まあ、僕が履いても裾上げ前提ですけど全然いけちゃうので、ぜひね、まだサイズ3はいけますのでご検討していただければなと思います。あ、でお値段いってんの、税抜き75,000円の、あ、税込み価格間違ってた、税込み82,500円か、はい、税込み82,500円となっております。はい、というわけで、一旦ちょっとここで区切るんですけれども、新作の別注は以上となります。で、この後すぐ、イシューシングスのですね、受注のレザーの紹介をさせていただきます。というわけで、ご視聴ありがとうございました。